私の名前は柴田美里。26歳でアパレル勤務だ。一人暮らしをしているため、普段は父と離れている。父は今年還暦を迎える身だ。遅めにできた娘だというので、随分と可愛がられた。今日はそうした恩返しと還暦祝いを兼ねて、父と食事に出かける約束をしている。夕食時に街に出て、そろそろ来る頃かと思っていると、父からメールが来た。すまない。急用が入った。30分ほど遅れるから、時間を潰しておいてほしい。困ったな。この辺りってあまり来たことないし、どこに行こう。お店はたくさんあるみたいだけど、どこがいいかよくわからないな。私は薄暗くなってきた街を、あてもなく歩く。少しずつ活気づいてきていて、飲食店の前では、威勢のいい呼び込みの声が響いている。そんな中で、ある人に慣れ慣れしく、肩を叩かれた。お嬢さん、おしゃれだね。うちの店に来ない?安いよ。とても客商売とは思えない、派手なシャツの男に声をかけられたのだ。男は30代半ばくらい、年齢に見合わない軽い調子で話す。うち飲み放題なんだよね。気に入らなかったら30分で出てもいいから。先ほどの父のメールに添えられていた一文を思い出した。美里のいるあたりはぼったくりの店があるから、よく気をつけてな。お父さん、あんなこと言ってたけど、そもそもぼったくりってどういう店なんだろう。普通とどんな風に違うのかな。ほら、お嬢さん。早く決めないと席が埋まっちゃうよ。ついておいで。男は半ば強引に、私の肩に手を置き、歩き出そうとする。本当に、気に入らなかったら30分で出ていいんですね。もちろん。とにかく少し覗きに来てよ。わかりました。こうして私は男についていくこととなる。街で声をかけられてお店に入るなんて緊張するけど、ちょうど時間つぶしになりそうだし。私たちは様々なバーなどが営業しているビルに着いた。細い階段を上り、薄暗い通路に面した部屋を男は指さす。ここだよ、入って。ここって看板も何も出てませんけど。案内されたのは空き部屋とも思えるような飾り気のないところだ。ちょっと見たところではとても営業中の店とは思えない。中はちゃんとしてるから、ほらどうぞ。男に促されて中を覗く。すると強引に店の中に押し込まれた。店の中は小さなスナックって感じだな。照明が暗くてよくわからないけど、カウンターにバーテンが一人いるのが見える。客が全くいないのはちょっと不自然かも。まあいいや、最初の話の通り、時間になったらすぐに出よう。男は私にメニューを差し出してくる。何飲むの?ウーロン茶をお願いします。せっかくだから飲んだらいいのに。フードメニューは一緒にどう?この後食事があるんです。なのでお茶だけで。チーズの盛り合わせくらいなら大丈夫だろう。人気メニューだから食べなきゃ損だよ。男は私の隣にぴったりとついて座り、メニューを指さす。フードメニューはどれもなかなかの値段だ。いいえ、食べ物は結構ですから。ダメだよ、お嬢さん。若いんだから食べないと。チーズとスナックの盛り合わせ、2人前ね。結局、気がつけば小さなテーブルは、飲み物とつまみでいっぱいになった。これであの値段?市販品を寄せ集めただけみたいだけど、こんなに食べきれそうにないな。おい、次はフルーツを持ってきて。かしこまりました。待ってください。もう食べられませんよ。いいの、いいの。うちのフードは美味しいんだから。正直に言って、
わざわざ進めてくるほどのメニューとは思えないけど。こうして大量のメニューを注文されたため、私は会見が不安になってきた。時間もちょうど30分になろうとしている。私そろそろ。あ、もう帰っちゃうの？はい、次の約束があるので。仕方ないな。じゃあ、これお会計ね。渡された伝票を見て、私は目を疑った。お会計、30万円。何ですかこれ。何かの間違いでは？なんで？あんたそれだけの分、飲み食いしたでしょ。それにうちの店、テーブル料金がちょこっと高めなんだよね。これはどうこしているでしょ。常識外れです。ほとんどあなたが注文した分ですし、30万円なんて持ってませんよ。だったら ATM 行く。付き添ってやるぜ。冗談じゃない。こんなお店にお金を払いたくありませんよ。なんだとこら。女だからって容赦しねえぞ。ほら立てや。男は口調を豹変させ、私を席から立たせると、いきなり蹴飛ばすように足を引っ掛けてきた。不意をつかれて、私は床に倒れるように転んでしまう。何するんですか。俺に言い返せるような立場か。飲み代の払いを渋ってるのはお前の方じゃねえか。あんた、おとなしそうな顔して金を踏み倒すような人間なのか。俺はとんだ女に声をかけちまったようだな。無銭飲食って知ってるか。犯罪だよ、犯罪。こりゃヤクザ顔負けだな。そう言いながら、男は私の腹を何度も蹴る。人に暴力を振るわれたことなどなかったので、私はひとたまりもなかった。蹴られたところが熱く、うまく息ができない。この男は普段からこういうことに慣れているようだ。力も強いし、やり方に容赦がないのだ。ほら、どうした？痛い目に遭うのが嫌なら金払えよ。女だからって手加減しねえぞ。二度とまっすぐ立てないようにしてやるからな。男は私の上半身を起こし、頬をこぶして殴り始めた。頬に火花が散るような痛みが感じられる。口の中に鉄臭いような変な味がした。金払え。逃げられると思うなよ。ほら、持ってるもん全部出せよ。こんなに泥臭い客は初めてだな。俺たちも随分舐められたもんだ。見ると、バーテンもカウンターから出て、逃げ道を塞いでいる。彼らはグルになって、客から飲み代をぼったくっているみたい。首から上が熱い。ほてっているのかな。何をされているのか、もうよくわからないや。薄目を開けてみると、男はニヤニヤと笑って、楽しそうにしている。早く支払わないと、顔の原型変わっちゃうよ。そんなこと言っても、30万円なんて持ってませんから。金がないんなら、作ればいいだろうが、つての一つや二つ持ってるだろう。つて？そんなものありません。もう気が済んだでしょう。ここから出してください。バーテンも険しい表情で、私たちの様子を眺めていた。有無を言わさぬ口調で、パパに金頼め。と命令してくる。店に入ってきた以上、金を払うのが筋だろ。その程度のことも知らないのか。しつけのなってない女だな。親の顔が見てみたいぜ。パパか。そりゃいいな。家にでも電話したらどうだ。私は自分の飲み食いした分もろくに払えない女ですってな。それとも本当のパパじゃなくてもいいぞ。こういう時に頼る男はいないのか。
そういう男性はいませんけど、父に頼んでいいってことですか。こっちは金さえあれば何だっていい。さっさと連絡しろや。大変ですよ。父はヤクザの組長なんで、父を怒らせたらどうなるかわかりません。姿を消してしまった人も何人もいます。ああ、適当なこと言ってるとハッと押すぞ。こんな状況で嘘は言えませんよ。本当です。その道では有名みたいですよ。ちょっと普通じゃ済まないみたいなんです。おい、この女ちょっとおかしいんじゃないのか。そうですね。何か勘違いしてるみたいです。組長の娘が街中を普通にうろうろしていることなんてあるもんですかね。男たちは顔を見合わせて大声で笑った。こりゃ傑作だな。偶然出会った女が組長の娘だなんて、そんな話があるならお目にかかってみたいもんだ。信じる信じないはあなたたちの自由ですけど。バカな、いくらなんでもありえないだろう。無駄口を叩かないでさっさと連絡しろ。私はその場で父に電話をした。男が隣で話を聞いており、余計なことは言えない。お父さん、待ち時間にある店に入ったんだけど、涙代が払えなくなってしまったの。お父さんとの待ち合わせ場所から裏道を一本入ったところのビルよ。階段を登って看板が出てない部屋にいるから。わかった、近くにいるからすぐに行けるだろう。ところで美里、そこは広い店か。広い？ビルの一室だからそこまで広くはないけど。いいだろう。それでいくら必要なんだ。それが30万円なの。そうか、わかった。金額を言えば父は驚くだろうと予想していたが、何事もないように話が終わった。父の態度がかすかに引っかかったものの、なんとか通話を終える。殴られた方がじんじんと痛む。私はやっとの思いで椅子に座り、深呼吸をした。全身が痛い。どこかで横になりたいな。でも今横になったらもう起きられないかも。まずいな。疲労が限界を迎えた私とは違い、男は手持ち無沙汰になったのか、タバコを吸い始める。お前のパパまだ来ないのか。まさかすっぽかすつもりじゃないだろうな。ヤクザの組長ってのも嘘くさいし、適当なこと言ってるだけじゃねえのか。大丈夫です。父はいい加減な人間じゃありません。男は私の言うことなど、まるで信じていないようだ。タバコの煙をこちらに向けて吐き出すと、バーテンに声をかけて一杯飲み始めた。どうだかな。とにかく金を払うまでは、お前をこの店から出さねえからな。男はもうすっかり、客を相手にするときと表情を変え、くつろいでいる。私を殴り倒したことが嘘のようだ。その時、ドアが開く音がした。父が、よそ行きの顔と声で現れたのだ。顔を見たとき、私は心底ほっとした。こんばんは。娘が世話になっているのはこちらですか。何でも会計が払えなくなったと聞いたのですが。すると途端に男は険しい態度となり、低い声で威圧し始めた。そうさ、どう責任取ってくれるんだ。あんたの娘は飲み食いしといて金も出さねえ。親御さんは一体どういう教育をしたのかね。非常識にも程があるだろう。そうですね、全くすみませんね。おや。男の話を聞きながら、父はこちらに近づき目を丸くした。美里か。暗くてよくわからないが、おい、美里なんだな。そうだよお父さん。ええ、美里一体どうした。ひどく顔が腫れているじゃないか。誰にやられた。父さんが仇を取ってやる。ただじゃおかねえぞ。店に入ってきた時の丁寧な態度から一変し、父はギロリと辺りを見回す。うちの娘に傷をつけたのはどこのどいつだ。この人にやられたの。お金を払えないからって。
お父さん、これ伝票。伝票を見るや否や、父は目をカッと見開き、テーブルの足元を蹴り飛ばした。なんだこのデタラメな伝票は。思った通りだ。やっぱりぼったくりじゃないか。それにしても、金だけでなく、殴る蹴るまで行う店だとは驚いたな。以前から、この近辺で変な店があると噂を聞いていた。お前らのことだったんだな。男はグラスを傾けて、かすかに目元を赤くしながら、余裕の口調で話す。噂になっているとは光栄だね。冗談言っている場合か。悪質なぼったくりだって話になってるんだよ。そうは言っても、他の客は無理をしてでも支払うもんなんだよ。店の席に座って飲み食いしたことは事実なんだから、責任を取るのが筋ってもんだ。貯金を下ろすなり、親に泣きつくなりして払うのさ。出なきゃ痛い目に遭うからな。あんたの娘ほど、往生際が悪い奴も珍しいぜ。ふざけるな。わけのわからん金額をふっかけてきているのは、お前らだろうが。無茶をさせておいて、往生際も何もあったもんじゃない。娘が抵抗するのは当然だ。お前ら、うちの娘になんてことをしてくれたんだ。父は激怒し、捜査警部と男を強く殴った。重く硬いものが壊れるような音の後に、私の顔の前に風が吹き、男が宙を飛んでいった。男は衝撃で2メートルほど飛ばされたのだ。まるで映画か何かのように激しい動きだった。狭い店内で壁にぶつかり、そのままへたり込む。それと同時に男の持っていたロックグラスが床に落ち、中身と共に粉々に散らばった。信じられない。お父さんこんなに強かったの。悲鳴混じりに驚きの声を上げる私を睨みつけ、男は言い訳をする。ああ、ちょっと油断しただけさ。あまり見くびってもらっちゃ困るな。ジジイが何歳か知らないが、不意打ちをしたぐらいで得意があるのは格好悪いぜ。にやりと笑う男に対し、父は駆け寄って平手を食らわせた。これでどうだ。俺は本気だぞ。お前らの悪い噂は散々聞いてきたんだよ。金さえ儲かりゃ手段は選ばねえってことか。せこい仕事をしやがって許せねえ。さてお前らヤクザだな。だが俺らとは全く違う種類のようだ。組長の俺の娘に手を出すとは、命がいくつあっても足りないと思え。凄む父に対し、男は鼻で笑って応じようとしない。俺らがその程度の話にビビると思うなよ。見たところ普通のジジイがいきなり乗り込んできて、組長と言われたって信じられるわけないだろうが。父は男たちに名乗り、組長であることを明かした。男は組の名前に心当たりがあるようだ。何？本当にヤクザなのか。しかも組長。はったりじゃねえだろうな。俺たち相手に嘘は聞かないぜ。嘘かどうかは自分の体で確かめてみたらいい。いくらでもお祝いしてやる。父は男の腹に重いパンチを食らわせる。男は殴られたところを押さえて倒れ込んだ。しかし私たちや子分の手前、大っぴらに苦しむのはこらえているらしい。確かに、ただものじゃない。ジジイの癖して結構強いじゃねえか。男はどうにか体裁を保って、口先でこう言った。これに顔色を変えたのが、相棒役のバーテンだ。大丈夫ですか？くそ、このジジイ、なんてことをするんだ。バーテンが背後から近づき、殴ろうとしたが、父は体を反転させて、素早く一撃を打ち込む。バーテンは白目を向き、突き崩されたところを押さえて倒れ込んだ。なあ、こいつ本物か。後ろから襲いかかるとは卑怯だな。俺の若い頃はそんなことしなかったはずだが。さてお前、自信がないんだろう。だからそんな手を使うんだな。
しかし俺は小手先の技には引っかからないぜ。二人は一瞬で床に転がり、父に交互に蹴りつけられていた。その姿はどこか滑稽なほどだ。おい、俺らを傷つけるとさすがに組が黙ってねえぞ。あることないこと訴えてやる。父に蹴られながら男は組の名前を口にした。しかし父には点で効き目がない。なんだその組、最近できたところか知らねえな。笑わせやがる。ギャグだとしたら最高に面白いところだがな。体張ってるね。舐めやがって。今に思い知らせてやる。口ではそういうものの、男は立つこともできず、されぬがままになっていた。思い知らせるってどうやって？まず立てないなら無理なんじゃないか。なんだ、口ほどにもない奴らだな。じじいで結構、それに勝てないお前らが情けないわ。お前ら、俺に一撃も与えていないじゃないか。今時の奴は喧嘩も弱いのかな。体を鍛えることもせず、家にこもりきりだったのか。最近の若い者は骨がなくていかん。還暦といえども、俺を舐めないでもらいたい。その言葉の通り、父にかかると、二人の男はまるでサッカーボールか何かのように、自在にもてあそばれてしまう。反撃の糸口すらつかむことができないでいるのだ。お父さんが喧嘩しているところを見るのは初めてだけど、こんなにすごいのか。攻撃の重みが先ほどの男とは段違いだ。さすが、これまで荒波をくぐってきただけのことある。この隙に自分の傷を冷やそう。幸い場所柄おしぼりと氷はたくさんある。私はカウンターでロックアイスを拝借し、混乱に紛れてしっかりと傷口を冷やすことができた。手洗い場の鏡でよく見ると、派手にやられてはいるが、深い傷ではなさそうだ。顔の傷が気にかかっていたので、私はそっと胸をなで下ろした。ほら、これでも食らえ。お前ら誰に断ってこんな商売してやがる。俺の娘に声をかけたことが不運だったな。こんな低レベルの商売してて、恥ずかしくないのか。お前らの組は一体どうなっている？お前らの組長はぼったくりを許しているのか？父は何度も男たちを蹴りつけ、気がつけば男たちはボロボロの姿になっている。衣類はとっくにはだけ、靴で蹴られたせいで泥だらけになっていた。顔は腫れ上がり、手足も力が入らないようで、体を壁に持たせかけてようやく立っている。父は腕組みをして、彼らの前で仁王立ちをして、ついにこう命令した。お前らの組長を呼べ。こういうことは組長同士で話し合うことが一番だろう。うん、それだけは勘弁してくれ。何？もしかして組に内緒でこの商売をしてるのか。うちの組長はぼったくりの類が大嫌いなんだ。だからやむなく目立たないように俺たち二人でやっていた。秘密だから収入があっても上納金は納めていない。それが本当の狙いだな。組に内緒の収入があるってことか。それにもしここが摘発されたら組全体に危険が及んじまう。俺なら一発で絶弁だな。目先の金に目がくらんでくだらない罪を犯すとはなんて野郎どもだ。覚悟しろよ。せっかく立ち上がった男たちに膝蹴りが入り、彼らはまた床に転がった。俺らが悪かった。今日の飲み代は払わなくていいから帰ってくれ。当たり前だろ。誰が払うもんか。俺たちはそんなお人よしじゃないんだよ。その代わりと言ってはなんだが、娘さんのことは穏便に。勝手なことを言ってくれたもんだな。お前ら人の娘に手を挙げておいて、なんたるざまだ。俺がたまたま近くにいたからよかったものの、大事な娘が危険にさらされて黙っていられ。女性の顔に傷をつけるだなんて、人間のやることか。俺はお前らを絶対に許さない。だいたい、
ヤクザたるものこんなちまちました商売をしていていいわけがないだろう。一般人から金を巻き上げるなんて、やることがせこすぎるだろうが、お前ら自分で自分が恥ずかしくないのか。父の剣幕に触発され、私も怒りが収まらなくなってきていた。そうよ、あなたたちに引っかかった自分がバカみたい。全くひどいことをしてくれたわ。私アパレルの仕事をしているの。こんな顔じゃしばらく仕事に出られないじゃない。仕事を休む間、生活はどうしたらいいの？他に被害に遭った人も困ったことでしょうね。あなたたち、自分が何をしているかわかってる？一気にまくしたて、私はどっと疲れた。何しろこうした被害は初めてなのだ。体力の消耗が激しかった。すまなかった。わかったよ。もう帰ってくれ。二度と手出しはしないから。当たり前だ。しかし俺はお前を許さない。どうせ今後も同じことを繰り返すつもりだろう。うちの娘に怪我を負わせたことを警察に垂れ込んでもいいんだぞ。それだけは黙っててくれ。いいや、今まで何人もの人が泣き寝入りをしてきたんだろうからな。すべてを白日のもとにさらすのもいいんじゃないか。そんなことをしたら俺たちはもう組にいられなくなっちまう。ここで父はにやりと笑った。だったらここで土下座しろ。誠心誠意頭を下げるんだ。くぅ、足元見やがって。男たちは唇を歪めながら、しぶしぶといった感じで床に手足をついた。どうした？土下座といえば謝罪の言葉がつきものだよな。すいませんでした。父は声が小さいと言って、謝罪の言葉を何度も言わせた後、声の調子を変えた。示談にする方法もあるけどな。わかった。お嬢さんに無理な請求をしたことは取り消す。ああ。そして損害賠償金200万円を支払え。200万、あまりにも高すぎるんじゃないのか。そっちがぼったくりなら、こっちも同じ流儀で行かせてもらう。だいたい、女性に手を挙げるなんて、ヤクザの風上にも受けやしないだろう。万が一にでも傷跡が残ったらどうしてくれる？完璧な治療を受けるためにも、絶対にこの金額が必要だ。しかし、会計は30万だったわけだし。関係ない。それともこの場で通報してやろうか。ぼったくり自体は事件にすることが難しいが、娘の怪我はどうだ？傷害で現行犯逮捕となるだろうな。逮捕！男は短く叫び、バーテンと顔を見合わせた。かまわ、好きな方を選べ。仕方ない、払いますよ。まったく飛んだ相手に捕まった。男はカウンターの奥にある金庫から金を取り出し、父に渡した。表に出せない現金を隠していたらしい。父は金をポケットに入れ、それと入れ替わりにスマホを取り出す。待て、通報するつもりか。約束が違う。心配するな。ちょっと仲間を呼ぶだけさ。おっと、お前ら、逃げるんじゃねえぞ。父は出入り口を塞ぐように立つ。そんな父の背後から、どんどんとノックの音が聞こえてきた。早速来たか。さすがうちの子分たちは優秀だ。ドアを開けるなり、何人ものヤクザがなだれ込んできた。その目をギラギラと輝かせている。いいかお前ら、この男たちを縛り上げろ。父の命令で組員は男たちに飛びかかり、手持ちの紐で体を縛った。何をする。お前ら俺が誰だか分かっているのか。組員たちにとってはよその組でぼったくりを働く男たちなどチンピラ同然だ。男とバーテンは、あっという間に身動きを封じられ、情けなく床に転がされる。お父さん、組員の人たちをこんなに早く呼び出せるの？実はこれには種があってな。待ち合わせの時、30分遅れると言っただろう。あの時急用で、組員たちと会っていたんだ。お前から連絡があった時も、トラブルに巻き込まれているかもしれないと思って、組員たちを近くに待機させておいたのさ。
確かに父に連絡した時も慌てることなく落ち着いた態度だったことに引っかかっていた。そういうことだったの。お父さんに頼ってよかった。父は満足そうに笑い、組員たちに目配せをした。この店はぼったくりの無茶苦茶なところなんだ。二度と商売ができないようにしてやれ。お前たちだってこんないい加減な商売をしている奴を見るとムカッ腹が立つだろう。店の売り物と設備をすべて破壊しろ。おお、それをやめてくれ。もう営業できなくなるじゃないか。男が止めるのも聞かず、組員たちは二手に分かれてカウンターと客席を破壊し始めた。止められるもんなら止めてみな。組員たちは力が有り余っており、店を台無しにすることを楽しんでいるようだ。すべての瓶を割り、椅子やテーブルを壊すと、父はようやく気持ちが落ち着いたようだ。どうだ、いい眺めだろう。この店もこれで終わりだな。それとも壊れたものをすべて直して商売をやり直すか。手足の動きを封じられた男は、芋虫のようにもぞもぞと動きながら反論する。なんてことをするんだ、極悪人め。こだまじみた言い方に父は思わず失笑した。そんな姿勢で何を覚えたって怖くもなんともないぞ。お前がそれを言うのか。お前らがうちの娘にしたことは一体なんだ。町では若い女性に声をかけボコボコに殴る奴の方がよほど極悪じゃないのか。俺に目をつけられたのが不運よ。娘に傷をつけられて黙っているわけがないだろう。幸い俺には忠実な部下がたくさんいる。こいつらの手にかかれば店一つひねり潰すことなんて朝飯前だからな。こうして店は見る影もなく崩壊した。ガラクタまみれの中、身動きのできない二人を置いて、私たちは店を後にする。看板も何も出ていない店で、彼らが発見されるのはいつになることやら。その足で病院に向かい、私は無事に手当てを終えたのだった。数日後、父から様子伺いの電話があった。美里、傷の具合はどうだ？大丈夫。この調子だと後は残らないらしいよ。それは一安心だな。ところで、先日のぼったくりの続報が入ったんだが、聞くか。うん、教えて。裏社会に情報網のある父は、ぼったくりに関する話も耳に入ってきたようだ。店に置いておかれた奴らは、たまたま訪れたビルの管理人によって発見されたらしい。管理人が見つけた時には衰弱しきっていて、命が危ない状態だったようだ。管理人は慌てて通報し、警察がやってきた。警察？彼らは警察なんて一番嫌がるんじゃないの？その通りだ。警察に状況を聞かれたところで、まさかぼったくり営業をしていて帰り討ちにあったとは言えまい。自供するようなもんだし、何より格好がつかないからな。そういうわけで奴らは口をつぐみ、警察関係者は不審に思ったんだ。それは想像がつく。だって組にすら秘密にしていた商売だもんね。何しろ奴らは自分の名前すら言おうとしない。そこで警察が奴らの身元を調べたところ、ヤクザであることが発覚した。実はぼったくりというのは立件が難しいんだ。飲食店の代金はある程度店の裁量でつけることになるからな。しかし奴らには余罪がたっぷりあった。それで逮捕につながったらしい。男たちは組はもちろん、一般社会に戻ることすら許されず、そのまま塀の中に直行だという。高額をふっかけられた時の私に、威張り散らした時の態度を思い出し、今となっては威張るのも不可能になっただろうと想像して、気分が良くなってくる。
彼らが痛い目を見たようで、私は正直、すっきりとした。そして、事件から3ヶ月後、私は改めて、父の還暦祝いをすることにした。今では、顔の傷もきれいに治り、あのような被害を受けたとは思えないほどだ。お父さん、お待たせ。父と二人で、感じの良いレストランに向かう。店の外も中も、洒落ていて清潔であり、先日のバーとは、天と地ほどの差があった。ここ、お父さんと来てみたかったんだ。特別な日にはぴったりでしょ。見て、メニューもすごく素敵。何でも頼んだよね。嬉しいな。娘とこんなところに来られるなんて。俺は幸せ者だ。そう話す父の目が、わずかに潤んでいる。お父さん、まさか泣いてるの？そんなバカな。男がそう簡単に泣くものか。本当かな。私はつい声を抑えて笑ってしまう。世間で組長と言って恐れられているにしても、私にとっては大切な父親だ。父も私の前では物騒なところは微塵もなく、にこやかな家族に過ぎない。ねえお父さん、これお祝い。還暦祝いだからって赤いちゃんちゃんこは古すぎるから、赤いワンポイントのものにしてみたの。遅くなっちゃったけど、やっと渡せるわ。そう言って私が差し出したのは、あるブランドのネクタイ。父に似合うようにと選んだものだ。おお、ありがとう。今度から大事な時には、これをつけることにしよう。お父さん、これからもずっと元気でいてね。ああ、美里のためなら、いくらでも長生きするぞ。ちょうどそこに、注文していたワインが運ばれてきた。私たちはグラスを傾け、今後の幸せを祈ったのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。